まあまあ、はい、食べ過ぎだな、おやつの時間となりました。今日も遅くなりましたですね。8時、もうすぐ8時ですね。はい、なかなか、仕事が遅いですね。はい、湿度が70は切ってますね。温度が26度ぐらいですね。はい、ちょっとクーラーは入れてません、まだ。ちょっと梅雨の中休みということで、湿気が多かったらまた、多いですね。はい、ちょっと先に、ではお祈りいたします。このおやつを感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、再生回数がまた嬉しいですね。久々に、このおやつので、100回ですね。おやつので100回、あれおやつというか土曜日の朝ですかね。それとジョーネさんのが、1000回超えてましたですね。嬉しいですね。はい、3分ぐらいですけど、なかなか、このマイクなしで、このコメントも、聞きづらいっていうか、ほんと、学校の授業と同じですね。もうサボりたいっていう感じですね。はい、ちょっとバナナが、お休みたいっていうのが本音ですけど、はい、ここはコーヒーですね。はい、授業日課として知ってます。ちょっと甘いのを、はい、あんまり尺ありますけど、大谷投手が、投手じゃなくて選手が20ホーマーですね。特大の、145メートルといってですね、ちょっとニュースを見る機会があって、このニュースかな、ワイドショーですね、昼間のワイドショー。ドジャースは逆転してますね。ヘルナンデスさんですかね、選手が。あれは大谷選手を塁上に置いての逆転ですかね。そういうことで20ホーマーですね。2、3日前かな、あの話はまた、そのソフトバンク、あの西武でちょっとから、あれは金銭トレードかな、ちょっと山川選手ですね、 WBC で活躍したんですけど、ちょっと女性問題でから西武でなんか、そのいろいろ裁判は、何かな、裁判終わったらですね、訴えられていましたけど、まあ、ソフトバンクにして、今、リーグのタイトップ、12本って感じですね。2、3日前ですね、2、3日前で。大リーグが、その当時、20本ですね。この
どっちの理由か分かりませんけど、あれはドジャースはどこもアメリカリーグとナショナルリーグがありますけど、アメリカ36ですかね、もう東部、中部、西部ですかね。で、東部はニューヨークヤンキースとか、中部で言ったらどこなんですかね。中部はフロリダはマイナーズは東部ですね。中部はちょっとですかね。あ、西部はもうサンフランシスコ、ロサンゼルス、ロジャーズ、そうですね、ロジャーズ。アメリカにも、カナダにもチームがあるかな。違う、アメリカ、カナダは違う。はい、そんな感じで。もう、あ、今日。ほんと、今日はちょっとこれも、喋ってみましょう。だいぶ、島バナナが、まあ、保管していたこの東洋梅雨に入って暑いのでだからもう劣化がちょっと激しいので、前あの新聞ですかね、ネットであのバナナをちょっと長持ちする、まあ1週間ですかね、あの1本1本新聞紙、まあ新聞紙かな、包んで冷たい、あれかな、その冷たい冷風にさらさなかったら、まあ1週間ぐらいですかね、長持ちするっていうのを見てこのおやつを取る前に八重山の島バナナを少し冷蔵庫に保管したけど冷蔵庫がいっぱいですね。本州も東京も梅雨入りが遅、こっちも遅かったですけど本州も遅いみたいですね。もう沖縄はそろそろ梅雨が明けそうな感じですね。今日がもう19日、明日は20日ですんで、6月20日ですね。結婚記念日は6月26日ですので、その時は大雨の記憶がありますね。まあ、あの、言ってます、行儀は。新婚旅行で、その、北海道の、あれ、前出なかったけど、白川林ですね。白川林が、新千歳ですね、北海道の新千歳空港に降りるときに、あれは白樺林ですね、感激しましたですね。まあ、私のふるさとを掛山島に戻るときには、あの、ここに、あの、竹富島の横を通りますので、あの、亜熱帯というか、もう熱帯という感じですね。アランとかそういう、海岸線を、そういう、本当に、みなみの、八重山、沖縄と、札幌の白樺林で、そういう、イメージが、この前、白樺林が出てこなかったですね。舛添さんも出てこなかったけど、今日は目指してきますね。はい、もう8時ですね。今週は
相撲にちなんで、1週間を7日場所にして、7日場所っていうか7日の取り組みとして、最後きちんと片付けして、寝れたら一生って感じで、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、負けで、もう3敗ですね。昨日は特に歯を磨かないで、もうすごいちょっと夕ご飯がお腹いっぱいでダウンしたら、もう、目が覚めた1時ですね。その前に目が覚めたけど、ベランダの生中継の片付けと歯を磨かないで、もう一番悪いパターンだったですね。起きて1時にその前に歯磨いてますけど、歯磨いて良くなりましたしね、片付けてから。その前は風呂入ったけど、風呂入ってないで、あれも1時やったですね。1時でご飯も食べずに、月曜日かな、そうですね、今日は水曜日ですので、なかなかもうおやつでいっぱいでまだちょっと、今日は、もう島バナナのもう傷んでるのが、こんな、もうちょっと 色づんで、まあなんとかセーフでしたですね。色づんで、お菓子と、今日紹介したかな、パンとも、草餅かな、草餅餅じゅうて、このとこのピーナッツですね。最近も私あまり好きで好んで食べてはなかったんですけど、まあ妻が好きみたいですね。それで食べるようになってますけど、自分からはあまりこういうピーナッツ系は買わない、買ったことないですね。甘いクッキー類ですね、なかなか、まあ、まあ、嫌いじゃないですので、なんかあえて買わないですね。自分はもうそういうですけど、はい、だからそういうことで、ちょっと雑談ですね。マサトです。マサトのこの旅付けたな おやつでした。マサトのこの、YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回の食べ過ぎたらおやつで、お会いいたしましょう。マスターでした。仕上げです。パシャンブルズ。シャロム、シャロム、シャロム。